カルサーダでカラトラーバは、スペインカスティーリャラマンチャ州、シウダーレアル県のムニシピオ。県とシウダーレアルの南、修道 CM-415 線と CM-417、号線が交差するところに位置、プエルトジャーノから 34km、アルマグロから 22km の距離にある。カルサーダでカラトラーバは、シエラモレーナ山地のア脈の突端部がある平原。 ケントの南方 36km の地点にある。隣接自治体は、北がグラナトラでカラトラーバ、東がビソデル・マルケス、南がサンロレンソでカラトラーバ、西がアルデア・デルレーとビジャヌエバでサン・カルロスである。カルサーダでカラトラーバの経済活動はまず農業で、館外農業による、ジャガイモ栽培と、館地農業による、穀物、ブドウ、オリーブなどが栽培されている。 他には建設業が重要な位置を占めている。自治体主張は、カスティーリャラマンチャ国民党のフェリックス・マルティン・アセベドで、自治体評議員は、カスティーリャラマンチャ国民党、6、カスティーリャラマンチャ社会党、5となっている。カルサーダでカラトラーバは、アルマグロ司法管轄区に属す。ありがとうございます。